しました。ただいま列車は柏台駅に向けて出発しております。今回ご乗車いただいております車両は今年4月から営業運転を開始いたしました優先系 EUR 車両、通称横浜ネイビングルーでございます。主な特徴は都心への乗り入れを意識し、車両の外観を横浜をイメージしたネイビーブルーに塗装いたしました。また大手私鉄では初となる昼と夜で色調が変化する調光機能付き照明や5号車と8号車には英国スコットランド製の本革を使用したボックスシートを導入いたしました。さらにグレーを基調とした落ち着いた雰囲気の車内として上質で快適なご乗車をお楽しみいただけます。急線系リニューアル車両、通称横浜ネイビーブルーは現在ただいまご乗車いただいております1編成のみでございますが、今年度中にはもう1編成が追加される予定でございます。また今年秋には相模鉄道の制服が装いを新たに一新されます。さらに来年は相模鉄道100周年となり、お客様によりお喜びお楽しみいただけるサービスやイベント実施などを目指し、ただいま100周年企画について検討準備を行っております。これからの相模鉄道に一層ご期待を賜りますようどうぞよろしくお願いいたします。通過の際大きく揺れますので、お立ちのお客様は十分ご注意ください。乗車体験会2016にご参加いただきましてありがとうございました。短いお時間でしたが、相鉄厚木線をお楽しみいただけましたでしょうか。この後到着いたします。柏台駅西口コンコースでは相模鉄道キャラクターソーギャンが皆様のお帰りをお待ちしております。ソーギャンとの記念撮影もお楽しみいただけます。ソーギャンはただいま投票受付中のゆるキャラグランプリ2016にエントリーしておりますので、ぜひインターネットなどで皆様の清き一票を投票いただきますようお願いいたします。また同じコンコースにて熊本地震の義援金募金受付を開設いたしております。相模鉄道では夏休みソーギャンスタンプラリー2016のスタンプ帳売上金の全額および8月13日開催のソーギャンファン感謝祭で販売させていただきましたグッズ売上金の一部を熊本地震の義援金として熊本県に寄付いたしますが、相鉄厚木線乗車体験会2016においても被災された方への義援金を募らせていただいております。どうぞご協力をお願いいたします。
相鉄では今後も鉄道ファンの皆様や沿線の皆様にお楽しみいただけるイベントを開催してまいりますので、応援のほどよろしくお願いいたします。11乗車券は本日中ご利用いただけますので、開催中のスタンプラリーや相鉄沿線での小さな旅をお楽しみください。まもなく柏台駅に到着いたします。柏台駅では4番線に到着し、右側すべてのドアが開きます。皆様どうぞ気をつけてお帰りくださいませ。本日はご乗車いただきましてありがとうございました。